皆様こんにちは2018年公認会計士試験論文本試験租税法回答解説講義を始めさせていただきます担当レクセンリ講師の高田ですどうぞよろしくお願いいたします皆様本試験お疲れ様でした 今年のの夏はものすごくね暑かかったりから直前にですすね急に涼しくなっったたりととと体調管理も大変だったことと思いますではですねこの時間は租税法のね、えー、回答解説ということでレク、えー、の方で回答出しさせていただきました内容をですね少しお話しさせていただければと思います。でお手元の方にですねあの本試験の問題、えー、ご準備いただければと思います。そして第1問からですね解説の方は順番に見てまいりたいと思います。 であとはですねあのランク付けもあの合わせてさせていただければというふうに思いますので、えー、回,答あの回答解説の方をですね中心に移させていただきたいと思いますでは画面の方ですね切り替えさせていただきます。で分量の方もですねやはりあのー。 理論、計算ともにですね、まあ、大体予想をしてきた、ね、えー、通りだったかなというふうに、ね、思います。まあ、あのスパッスパッとね、判断をしていきませんとなかなかもうね、あの時間が足りないと、すべてですね、問あの計算の方ですね、すみません、すべて二問構成でしたね、三税目ともにねあ、ごめんなさい、えっと、所得税が一問構成ですね、でその他は二問構成と、ねえー、いうことでした。菅ボリュームとしてはやはやりね、えー 例年同様ということでしたので、えー、やはり取捨選択というところがね、えー、一つ、まあ、あの合格の鍵となったところかなというふうに見受けられますではもうねあの皆さん、えー、問題の方はね、えー、見ていただいているという前提で、えー、回答の方ですねそ、えー、して参りたいと思いますですので恐れ入りますがお手元の方にはですね問題をご準備いただけるとというふうに思います で今回のですね問題1のこの問いの1に関してはあ寄付ということで「えー、何々し」ということでしたよね「Y し、ね」ということであこれはもう地方公共団体に対する寄付だなということで、えー、そのね 内容について法人税法上どのように取り扱われるかということが聞かれていますから、あの計算のね内容を思い出しながら回答をね導き出すことができたかどうかというところが一つポイントでしたでしょう。ではねちょっと回答の方をね見てまいりましょう。Y 氏に対する寄付こちらはねまずは37条7項により寄付金の額に該当するというところもねあの回答の方に入れさせていただきました。そしてまたね同条つまり37条3項1号と。 ね、これに、ねえー、該当するんですね地方公共団体に対する寄付金の額ということですからね。 でもしあの、ここの、ね、2行目の、ね、地方公共団体に対する寄付金の額というところをです、ね、例えば指定,指定寄付金に該当するとかああいうふうに、ね、書いていただいてもそれは、ね、丸がもちろん入ってくるというふうに受、ね、けられます、えー。ですから2行目からいきましょう地方公共団体に対する寄付金の額ということですから寄付金の損金は参入の対象からが除外されると。したがってもう、ね、純粋に、えー 法人税法22条3項2号によって A 社において300万全額を損金の額に参入するというふうにですね導き出せればよかったというところになったのではないかなというふうに思います。 そして問いの2の方ですけれどもこちら、あの問題に出てくる B 社ですね A 社は B 社の発行済み株式の30%を保有するということがまずあることそれから、ね、問題の下からちょっと遡ってて申し訳ありませんが B 社は X 国に本店が所在する外国法人だということであここでですね外国子会社だなというところが見抜けたかどうかというところが一つポイントでした。 そして A 社はねその B 社から5000枚の配当を受け取っているということで、でただここでですね B 社は X 国のねその法令に基づいて全額損金参入しているということでねやりました。あしたがってまずはちょっと回答の方を見ていくことにいたしましょう。 でこの A 社の、ね、外国子会社に該当する B 社から A 社が受ける配当これは B 社の、ね、所得の金額の計算上お、えー、損金の額に参入していることからと、まあ、ここまではつまりはです、ね、問題文に書かれていることただこの外国子会社に該当する B 社だというところはやはり問題を読み取って で、えー、論じれる必要があったというところになるでしょう。したがってですね、二十三条の二ね、えー、こちらに当てはめてということになりますね。法人税法第二十三条の二のおね第二項一項によって基金不算入の規定の適用はなく、二十二条二項によってですね。 えー、金の額に参入するとねいうふうにね導き出せればよかったところかなっいうふうにね思います。でとこちらの内容なんですけれどもあの二十七年のね、えー、税制改正で。 その外国から、外国子会社から受けるね、剰余金の配当のね、全部または一部が、その外国子会社の本店所在地国の法令においてですね、えー、その所得の金額の計算上、損金の額に参入されているという場合には、まあ、それ、まあ、つまり受け取ったですよね、会社側とすれば、もうね、えー、外国子会社の配当の疫金不参入のね、対象からは除外されますということになると。 でただですね、こちら、その28年4月1日ですね、えー、において保有する外国子会社に該当する外国法人の株式に限って2年間はですねその従前の制度の、ね、適用をするというあの経過措置、これがあるんですけれどもあのこの本試験のね問題ではねあのその点が、その 不明だと、その経過措置の適用の有無ということが不明、つまりこの A 社が B 社の発行済み株式の30%をいつから保有していますというね、えー、言及はないので、えー、なので、もうね、えー、こちらに関しては、あのー、 一金不参入のね対象から除外されるということをですね、まあまずは二十三条のにね、えー、こちらのね第二項一号にね当てはめてというところですよね適用しないとねいうところですね一金不参入の規定の適用はないということでねありますからあそこに当てはめて論じた上で従う。 法人税法22条2項により金の額に参入というふうにですね答えを導いていかなければならなかったというところがあ少し、ね、難しかったところかなというふうに、ね、思います。そしてこのの問いの3番ですね こちらもね、えー、皆さんに置かれて難しかったと思います。で問題の方もね、えー、その事実に関して A 社には課税上どのような義務が課せられるかという問題文でしたので、えー、そのお 課税関係に関しても、皆さんでですね、考えて、そこに関してもですよね、えー、導き出していかなければならないと。ね、他の問題は例えば法人税法上どういうふうに扱われるかとか、ね、えー、所得税法上どうなのかとか、ああいうふうに聞かれていたところ、この問題に関しては課税上というふうにね、聞かれていたんで、えー、ここはですね、その、 どの全目に当てはめてというところも自分で考えて、そして答えを、ね、導き出さなければならないというところが少し難しかったところかなというふうにね思います。で今回この非居住者ですねえー、と邱さんですね非居住者の邱さんこの方が国内にあるねえ土地これはですねまあ非居住者邱さん、Q、さんから言えば。 A 社, A 社に売ったと、ね、要は国と、日本国内にある土地の譲渡ということでの所得が発生するとしたがってではちょっと回答の方を見ていきましょう、非居住者9の国内にある高土地の譲渡、えー、こちらはですね、えー、所得税法についてはあまずは161条1 5号ですねあのつまりは国内源泉所得と、ね、に当てはまりますよということをね、えー、一つまずは示してあげなければここはならないとだからということですよね、えー、非居住者級の国内源泉、えー、所得に該当するですから所得税法212条1項によって譲り受け者ですねである A 社はあ購入対価2億円支払いする際に ね、所得税を徴収してでその徴収する日の続する月の翌月10日までにこれを国に納付しなければならないと、ねえー、答えてあげなければならなかったつまり9、ねえー、においてはこれ国内源泉所得に、ねえー、該当するよということそれから、ねえー、この212条居住者または法人の所得にかかる源泉徴収義務の規定、ね、こちらに当てはめて 今回譲り受け者が A 社ということでもうあの法人がね内国法人が譲り受け者である場合には、まあ、あのその譲渡対価の額なり用途なり、ね、その遺憾に問わずもうね土地の譲渡ありましたと言ったら必ず源泉徴収するということになっていますのでこのね所得税法212条1項に当てはめて、えー、所得税をですね徴収するということそして、ね、翌月10日までにですね国に納付しなければならない。 らないというところがね論じていかなければならなかったところでした。そして続けてトインの四番ですねこちらはえっと使用人。 いわゆる使用人兼務役員の、ねえー、その給与のうちその使用人として、ね、の職務に対する給与の額これについてがその他の使用人に対する、ね、支給状況に照らしてみると相当に高額だったということでではこちら分、ね、回答の方で確認しましょう A 社の使用人兼務役員である P の使用人としての職務に対するです、ね、給与の額のうち不相当に高額な部分に関しては、ね、こちらに関して はごめんなさい法人税法34条2項こちらによって損金の額には参、ね、入しませんが相当額ですよねこれは22条3項2項によって損金の額に参入すると。 相当に高額であったということですので相当に高額な部分と相当額とということでここもですね論じなければならなかったところではないのかなというふうにですね考えましてこのように回答を出しました。 そうで,す、ね、でランク付けをしていきますというふうに申し上げましたけれども今回のこちらの問題の1のほ、ね、方、えー、に関してはちょっと色を変えていきましょうね、まあ。問いの1番は A ランクでしたでしょう問いの2番は B ランクそして問いの3番ですねちょっと皆さんね手応え聞いていくとちょっと C ランクだったのかなとからあ問いの4番ですね、えー、こちらも B ランクということでちょっと引いていきましょうか。ね、ABC ということでですね、ランク図形させていただきたいと思います。やはりですね、源泉徴収のところをね、あのー、最後にね、えー、トレントでですね、詰めたという内容であっても、やはりね、あとは、えー、計算の方ですよね。えー 計算の内容の中でですね詰めたということであってもやっぱりなかなかねこの源泉徴収という内容がねそもそも難しいので少しね非居従者との絡みでねここの問いの3番に関しては難しかったところかなというふうにね考えます。 では続けまして、えー、よろしいでしょうかね、ランク付けの方はですね、えー、問いの2番の方、画面の方も恐それいりますが、切り替えさせていただきます。ではままたアップしていきますね。 で、問題の2、ねえー、こちらも、えー、と5台ね、えー、ありました。中にはね、あのちょっと難しいなという問題もね、ありました。えー、でただ、えーと、まずね、丸の1番のところですけれども、えー、ここは頑張って取りたかったところではないでしょうか。でえー、上都対価のお、まあ、1億円であるというふうに問題の方には書かれてますけれども、時価はね、1億5000万ですということでね、えー、事例文の方にありましたから、これは あね、あの土地の譲渡について金の額に参入すべき収益の額これは譲渡時における次回 1, 1億5000万ですよということでね、えー、回答したかったところでした、えー、法人税法22条2項ですね、えー、根拠として、えー、挙げられればよかったところでしょうからあ丸の2番のところですね、えー 税制改正があってすぐのね、えー、内容の出題でしたあ株式分配の内容でそれもですね今回はえっとこのね株式分配が適格株式分配に該当した場合ということでね問題の方にありましたでこの問題のちょうど2行目のところですけれども上位あ あの、事例、事例ではなくて、問題文の方ですね。その、助用金の配当から、あね、えー、除外されるだけではなくて、配当等とね、えー、見なされて課税されることもないと。ここの二つですよね。これ、条文のッコ書きの中にあって、それが一つね、法人税法23条1個1号。ねえー 気配の、ね、基金不参入の規定のところで,で、えー、株式分配を除くと、ね、いうことで恰好書きの中にあると、からみなし配当の規定の方にも24条1項3号こちらにもね、適格株式分配を除くとね、恰好書きの中にね、あるんですよね。えー、そこを、ね、根拠として、えー げられればよかっったたた問題だったとと、ねえー、いうことでした論じられている内容に関してはねやっていますので、えー、その根拠条文をね導き出すというところこちらもねやっぱりかっこ書きの内容というところが少しねあの難しい問題だったなというふうにね見受けられます。そして、えー、丸の三番ですねこちらはその計算の内容と少しね戸惑われた方も中にはいらっしゃったかもしれませんがあの理論の問題に関してですよね あのもう措置法を考慮しないと。 で、えー、その迷った内容というのは計算の、ね、内容と迷われた方と、ね、いうふうに申し上げましたのはあの計算の学習においてそのね取得、えー、価格と通常の販売価格の70%のいずれか大きい金額をもってその総収入金額に参入するってねその方法ってあの基本通達に規定されている内容で、ね、根拠条文を示して回答するというこの理論の問題ではそれはもうね原則の方法について論じると。 いうことになりますから、時、え、価、ー、相当額はですね総収入金額に参入されないというね、えー、問題文でしたけれども、そうではないですね、時価相当額は総収入金額に参入されるということでね、ね、えー、論じていくと、その原則のね方法について、時価商品のね、 原則の方法について論じることができればよかったというところでしたそして根拠条文としましては事業所得と、ね、いうこともねこうありましたよねその R のね,、えー、ね事業所得の金額の計算上ということですので所得税法ですね27条ね1項とそれから39条ですね え39条に関してはあ棚卸しさんの、ね、自家消費の、ねえー、規定というところこの2つが、ね、上げられればよかったところではないかなというふうに思います。 捨てのね、問題だったのかなというふうに思います。あの、時間を考えればね、もう、あの、この問題、ちょっと後回しにして計算に行くとかね。えー、いうことで、で、あの、頑張れた方については、この五十七条だけでもね、あげられた方もね、中にはいらっしゃったかなというふうにね、思います。で、こちら、あの、問題ですけれども、あのー、内容として、その欠損のある法人を買い取っ。 でその欠損金を利用した租税回避行為っていうことをされては困るのでそういった欠損金をね有する会社をね買収するというような場合についてはそういったねあの節税の行為をね規制するために一定の規制があってその、ね、規制の 内容こちらはですね、えーごえー、法人税法の57条の2とね特定株式等によって今回の問題であるね特定株式等によって、えー、支配されたああ結法人のね、えー、欠損金繰り越しの不適用と。でしかも今回のこちらの問題はその欠損金繰越欠損金のある休眠会社を買ってで事業を再開して とということでしたよ、ね、だからその流れの中でその欠損金をね利用して節税されてはうんそれは国としてはあのそういう租税回避行為をされては困るんですということでの規制がこの57条の2というところにねえー、あると。でこの57条の2ねえー、見ていきますとちょうどこの1項1号というところに 今回のね、私、今、先ほどちょっと申し上げましたけれども、いわゆる栗結を有する休眠会社を購入して事業を再開しようとしてですね、節税をしようとするというようなね、行為をとど、まあ、めるという内容ですね、そちらが入っていると、決、ま、算、あ、と法人がですね、そのまま特定支配日の直前において事業を営んでいない場合において、今回のね、この直前支配日というのが、えっと、 特定支配日ですねごめんなさい特定支配日とねいうのが平成28年4月1日ですよね。でそこでですね買い取った後ね購入したと、ね、いうことになりますからね、えー、そうですね D 社をね購入したと、ね、いうことになりますからねでその事業を営んでいない場合においてその特定支配日以後に事業を開始するというようなね その自由に該当するといった場合にはその、ねえー、適用事業年度前にです、ねえー、生じた欠損金についてはその青色欠損金の繰り越し控除の規定を、ね、適用しませんよとですからあ、ねえー、D 社要はあ買い取られた D 社ですね休業してた D 社がその休業直前に してたその欠損金600万これについては青色欠損金繰越控除の規定は適用されないよとねえこれね国側からのねなんか立場のあの言い方のようで恐縮なんですけれどもねえその国側からすればですよねえそういうことをされてはね困るとえ要はその 試合関係ができる前に生じた欠損金を、ね、使っていることになるじゃないですかということになりますからそういった行為はされるとですねそれは租税回避行為につ、ね、ながりますねとしたがってね、えー、ちょっと回答の方ですね、えー、指差し示させていただきますけれどもちょうど2行目のこの事、ね、業再開後に生じた未処理欠損金額の300万この分についてが損金の額に参入できると、ね、いうことになると。 であとは根拠条文として合わせてです、ね、法人税法57条1項を、ねえー、ピックアップできればいいというところになります。でなお、ですねその1行目なんですけれども休業状態であった D 社、ここはいいですね、その後ちょっとね、えー、グリーンで入れておきたいと思いますが特定支配委員を5年以内に事業を再開していると。 この特定支配日というのはつまりですね、えー、と今回、えー、A 社がですね D 社購入しました、えー、とこれが、えー、と平成28年4月1日に購入して同日付で事業を再開していると、ねえー、いうことですから5年以内に事業を再開していると、ね、いうことだからその57条の2、ね、第 1, 項1号の、ね、ここに当てはまりますねということですね。 この1号の前提のところにね、えー、5年以内のね、えー、内容があ,あるということですからあちょっとねそこの読み取りのところはねあの条文をしていないと難しかったということに、ねえー、なりますのでなんかあのー 粘ってですね、えー、ちょっと計算金の規定だけでもということでね、えー、挙げた方もね中にはいらっしゃったかと思いますがねそれもあのすごくねあのいいあの粘り方かなというふうにね、えー、思います。 でトリックの解説の方にもですね、えー、入れさせていただいていますので、えー、そちらもですね参考にしていただければと思います。ね、この特定支配2号5年以内というところはねその1号の前提のその1号のところにね書かれていますのでね。 そして、理論の問題の最後になりますが、こちらで消費税の問題。で、この D 社に関しての消費税と。で、まず D 社ね、見ていきますと、資本金の額1000万なんですよね。で、あとはもう一つですね、その事業を再開して、平成28年4月1日から、えっと、9月30日、そうですね、まだの風折り上げ高があって、これが1200万ということですから、あ、これはもうね、あの、 免除の特例の、ねえー、規定のところに当てはまるなと、ねえー。課税売上高があ特定期間において1000万を超えているぞと、ねえー。特定期間というのは、ね、全事業年度開始の日以後6月の期間と、ね、いうことでしたよね。えー、ですから、あこれは消費税を納める義務を免除されない、ね、されませんということでもあると。でしたがって今の、ね、免除の特例の規定に関しては9条の2というところですね。 の第1項とそして、レ、えー、っ子のではですね納税義務者の規定それから小規模事業者のね納税義務の免除の規定ですね、えー、この9条1項のところですよね、その別段の定めがある場合を除きと、ね、いうことでありますので、えー、こちらもですね回答の方に入れさせていただいています。 以上ですね。で、えー、こちらの理論の方もですね、えー、回答をつけ、あのごめんなさい。えっとランク付けですね。入れさせていただきたいと思います。えー、こちらの方に関しては、まあ4番目がちょっと。 C ランクでしたでしょうとでちょっと引きますねえー、まあ丸一が A ランク丸二丸三が B ランク丸四が C ランク丸五が B ランクというところだったのかなとねふうにね受けられます。 のですね、この91条1項のところですね、消費税のね別段の定めがある場合はこの限りではないということでね、別段の定めがあるのでとねいうことで入れてるということを最後にですね付け加えさせていただきたいと思います。以上でですね理論の内容ということにさせていただければと思います。では続けてですね計算の内容を見ていくことにいたしましょう。 でえー、法人税法の方はですね2問で、ね、構成されていましたで、えー、ただあの2問目の方なんですけれどもあの貸し倒れ損失のところは、ね、できていところだったかなとであの貸し倒れ引き当て金のところはね できなくてもねもうここは捨ての問題ということでもうちょっと他で取っていこうということそれからもあのこの貸し倒れ実績率とかね、えー、ここあの時間の中で、ね、計算していくことあの知ってても、ねえー、方法を知っていても、ね、勉強していてもやはり大変なところになりますのでやはりちょっとこのところが法人税に関しては捨ての問題だったのかなというふうに、ね、見受けられます。 でえ皆さん、問題の方う見ていただいているという前提で少しですね見てまいりたいと思いますがあまず、ねえー、資料の方でほう、ねまあ、全般的な資料のところはよろしいでしょうで、えっと、ただ、こちらの中にですね1ヶ月延長の、ねえー、内容がありました。 問題の方し、ね、してまいりましょうかあ資料のですね全般的な注意事項の3つ目のところですね、えー、当社は法人税および事業税等について一つ検庁のですね申請を行い承認を受けているということなんですけれどもここでその中間に関してですよね租税効果の資料のところに、ね、行きますと中間のところで少しですね、えー と中間を期限後に、ねえー、支払ったということで延滞税、延滞金がありますよとで中間に関しては、ね、あのこの届け出をしていても延長ありませんからで、えー、これはあのペナルティということでの加算というふうに、ね、計算をしていくということになるとなんかあのここのところの読み取りがねあの租税効果のところとリンクして。 で少しなんかドキッとね、あのー、するところだったあ内容の一つかなというふうに思いましたのですみません先にね、あのー、お話をさせていただきました。 そして受け配のところに関しましては今回の本試験については特段例えばその関連法人株式等なのかなあ非支配目的株式等なのかなというところもねあの迷うようなあの内容はなかったのかなというふうにね思いますで、ただあの関連法人株式等に関してね工場、えー、塞入利市の計算が原則法であったというところで、えー、こちらはね正しく計算ができたかどうかというところが一つね、えー、ポイントとなった とととこころかなということそれからあー、この C 株に関してですよね、えー、外国子会社配当ということになりますから、ちょっと解説の方ね計算の方をししてままいりましょうか、か、ね、外国子会社配当等ということになりますから、あこちらの、ね、計算もそこに気がつけてできたかどうかというところがポイントでした。それからしし配当に関してですよね えー、こちらについても自社株買いの、ね、資料ということで、えー、自分でね、あのー、税金の計算をしていかなければならないと、ね、厳正所得税についてですよね法人税等に計上したとこの部分に関してね、えー、ちょっと少し自分で導き出さなければならないというところも含めてね、えー、少し難しかったところかなと思います。ただやはりですねあのー 5000株を前期以前から継続保有していてでそのうち保有しているうち2500株を譲渡したというところですよねこういったところはねあの正確に問題文をその時間の中で読み取って計算を導き出したいというところだなというふうに、ね、感じられたところでした。 それからああ子会社の生産に関してはあもうね完全支配関係があるいい社ね、えー、生産損にということで加算していくという内容だったとから減価償却に関してですね、えー、資本的支出の内容がね、えー、機械装置のね、えー、中で出てきましたまあこのところについての計算 が、まあ、あの落ち着いてできたかどうかというところそれからパソコンですよねこれがあの一括集客資産のね損金参入の規定を、えっと、前期からですよね、えー、受けているというところで。 計算過程の方を切り替えますすねねパソコンですよ、ね、ちょっとこちらに関してはねあのー、少し、えー、回答の方は前,前期の確かめ算をした上で投機ということでですね計算をあの入れさせていただいていますが解説の方はねあのこちらのパソコン位置に関しては少しその時間内で判断ということを考えるとねあの難しかったところかなというふうにもね思います。 ソフトウェアに関しししててはいいでしょうそして役員給与のところもねあの中途で上がった分に関してですよね、えー、この分に関して加算をしていくというところに気がつけたかどうかというところそれから非常勤取締役ですよねやはりここもあの最初の前提の、ねえー、問題の、ね、全般的な注意事項のところの、ね、内容とをつながってくるということでちょっと、ね、問題戻りますけれども。 ちょうどえっとこちらに関してはうんと。 非同過去の2番の資料ですね設立以来同族会社に該当してないということであここで非同族だということであったぞという,、ねえー、いうことで、えー、確かな判断が、ね、できたかどうか、えー、非同族会社が非常勤役員に、ね、支給する給与なので事前確定届で不要ということでの調整なしという判断が、ね、できたかどうかやはりここもね最初の資料とのおその 判断でですよねが必要だったたとというところでしたそして、租税効果ですね、えー、先に少しね申し上げてしまったところでもありますが、まあ、あの表のね、えーで、与えられているこの未払い法人税等のところ、ね、から納税重当金から支出した事業税ですよね、この過去1の資料に基づいてですよね、えー、計算を導き出していくというところは良かったと思います。 のであの先ほどですね、えー、申し上げたところですねちょうど括弧4の資料の中にある、ね、この延滞税、延滞金についてがね少し最初の資料を読んだところでうって、ねえー、思った方もいらっしゃったかと思います。から前後して恐縮ですが法人税等調整額に関してはね,わね取りたいところだったかなというところです。そして、えー、厳選所得税と、えー 外国税に関する資料ということでちょっと問題の方ですね、移していきましょうかなんか問題がですね、ごめんなさい、次のページですね、えー、っと失礼しましたこちらですよねで、あの厳選の内容に関しては最初にね、見ました受け配のところの資料と合わせてあ で,で、まあそこに記載されているということでですねこちらとつながってくるとであともう1つね、ねここのそのそ回答の仕方が少しね、えー、その源泉所得税とおよび外国税ということでその調整ね、えー、合わせてもうあの回答してくださいというような、ね、形で。 えー、答案用紙の方でね与えられているというところでね、えー、少しあの考えてしまったって方もね中にはね回答の方う移してまいりますとね、まあ、法人税等から控除される所得税のところはよろしいでしょう定期預金等ねやっぱり忘れ,た忘れないようにね入れたいところでしたから外国会社配当にかかるですねこの外国源泉税の損金不算に、ね、これにも気づけたかどうかというところですね。 で合わせてですよね調整の額をですね答えていくということになると。で、あとはここでそのすべてのね調整ですよね、上3つごめんなさい上3つですね、ここでね見ていきますと、この上3つの調整を。 まあ、いわゆる別表のところでは答えていってただ答案用紙の回答用紙、答案用紙の法人税額の計算のところでそれぞれですね答えていくという形に、ね、今回なっていましたのでね,あのね頑張ってこことここを攻めて、ね、取,りあい取りたいところだったかなというふうに思います。別表のの内容に関しての2点ですよね あとはね、交際費寄付ということでね、えー、問題の方はね、えー、続いていました。今、まあ、あのー、交際費のところはね、きちんとあの読み取って。 あの読んで、えー、いけばですね、えー、取れたところだったのかなというところとあと寄付金に関しても今回はね仮計の、えー、数字、えー、からあ、ね、期末資本金等の額ということでねその使うべき数字、これがもうねきちんとあの与えられていたので、えー、そこからですよねあの計算することができた内容だったかなという,ふうに、ね、思います。そして でえー、最後に欠損金のないこれがやっぱりちょっと難しかったですよね欠損金に関してはもう理論も計算もと、ね、も、えー、に少し、ね、難しかったところだなというふうに思います。で今回、の完全試合関係がある法人ね、えー、この財産,財産の確定によって、えー、その E 社のね、えー、繰り口を引き継いでいくということになると。 ただ、その支配関係、支配関係ですね、えー、事業年度前の、ね、欠損金額に関してはあこれは対象とならないよというところでやはりこれもですね、これに気がつけないとなかなか難しいところだったのかなというふうに思います。ということで、えー、ランク付けをしますということでですね、申し上げましたので。 ちょっと答案用紙の方ですね、えー、戻らさせていただきましてどうしましょうかねどこが見やすいですかねこの横にしましょうかまあ,あー受け配のところは A 株に関しては B ランクだったのかなと他は取りたかったところとそしてその自社株買いのね、えー まあ、いわゆるみなし配との、ね、関係に関しては少し難しいところだったと、ねえー、いうことでした。それからあ子会社の生産に関してもですねやはりちょっと C ランクかなというところですね、C、ですね。 からあ原価集客に関しては、うん、パソコン、先ほどねちょっとここ難しかったかなというふうに思うので、えー、B ランク、ただ他は取りたかったところそして、えー、役員給に関してもです、ねえーまあ、あ専務取締役、常務取締役のところは A ランクだったかなと非常勤役員に関してが、まあ、B ランクというふうにさせていただければと思います。 租税効果に関してもですねえ BB、ー e、というところでしょうかねちょっと引いていきましょうか。 続きましてえー、答案用紙の次のページのところですね。この源泉税と外国税の調整ね。別表のね。合わせて答えるというところ、こちらはね。ちょっと c ランクという風うにさせていただきます。で交際費はね。頑張ってえ、2つともここは取りたかったところかな。という風に見受けられるのと、うん あの寄付金のところですよね、えー、損金参入限度超過額、ちょっと時間との関係でいけば、もう B ダッシュ、C に近い B ということなかこれだけ B ダッシュにさせていただきます。で、それ以外の調整は A、えー、と、からあ欠損金に関してはちょっとね、難しかったというところでした。 でえー、所得税額控除に関してですよねやはりここの集計ね1、あのー、つねみなし配当の関係で難しいところがありましたので C ランクさせていただきます。外国税額控除はここは足りたかったところということでの A ランクということで以上ですね、えー、法人税法の問いの1に関して少しね最後にランク付けをさせていただきました。 ここまでよろしいでしょうかでは続きましてトイの二輪の方ですね続けていきたいと思います でと問いの2の方ですけれども最初にもですね申し上げましたあこちらの内容についてですね貸し倒れ損失に関してはね、えー、少し頑張って取りたかったところもありましたけれども、あのー、個別評価債権一括評価債権、ね、に関してはあ少しあの難しかったところというふうにです思、ねえー、いますので、あのー、特にこの貸し倒れ実,、えー、実績率に関してはね、えー、少しその時間内と。 ということを考えると、もうここは取れなくてというふうにね、えー、考えています。えただあの資料の一番二番のところに関してですね、えー、ちょっとあの資料の一番こちらの A 特異先 A 社に対するね、えー、債権に関してそのえっ、ー、と。 継続的な取引を停止しているということであるんですけれどもこれ単にその取引がないだけで例えば、債務超過とかね、えー、その更転する見通しとかねそういうなんかあの文言は特段なかったですよね。だからそこにあのー こう文章を読んで問題文を読んで気づいてであのこの損失の分に関して、ねえー、会計上計上している損失に関してはあこれは損金不算で加算という判断がね えー、できないといけないというところだったのが、うん、少しこう読み取りが、ね、あの難しいところだったのかなというのが A 社に対する債権の内容そして B 社に関しては、ね、これはカスタール損失の内容でということでここは申、ね、告調整は済んでいるんだから加算ということで判断をしたいところでした。 から特別先 C に対するというねこちらの内容ですけれども5年を経過する日までに弁載されることになっている金額以外の金額に関してですよ、ねえー、貸し取り引き当て金に、ね、計上をするというこの、ねえー、長期棚上げがあった場合のその個別評価債権にかかるね貸し取り引き当て金ということここはもうあの知らないとできませんのでここはもうできなくてもよかったところかなという、ねえー、ふうに 受けられますす一括評価ですよねもうこちらに関してはあーそのねえー、っと中小法人ということもね、えー、判断してということで、えー、とってもねここは少し難しかったところかなというふうに思います。でちょっと今回ねあのちょうど問題のところにですよねその中小だという判断5000万ですからね。 この当社は資本金の額は5000万なので中小だという判断そして問題の最後の最後にですね1000分の10ということでですね法廷の繰り入れ率があってもう貸し倒れ実績率はもう出せないけれどもなんかあの債券のね、えー、金額が求まるということでもうここに1000分の10をかけるという、ねえー、方法でという方も中にはいらっしゃって。 かなというふうにも思いますがこの一括使用金制債権の額をね、えー、求めることも、うん、これもあの時間の中でということでは少しね難しかったところというふうに見受けられますので、えー、ランク付けとしましては B ランク A ランクそして残り3つ C ランクということでですね入れさせていただきたいと思います。 以上ですね。えー、問いの二番ね、えー、見ていきました。では続きまして、えー、所得税ですねっていくことにいたしましょう。あの全体論になってしまって、えー、その途中でね全体論になってしまって恐縮ですけれども今回、ね、本試験あの皆さん手応えとしてその 法人税の後の後この,、ねえー、この2つの税目の問題についてですねいかがでしたでしょうかねちょっとあの前後して恐縮ですけれども消費税の方ね、えー、総合問題の方がその前提の部分を読み取ることがあの時間の中でですよね難しい部分がありましたよね。ですからあのそこを考えると あのそことの,こうあの天秤ですを、ね、測って、えー、考えると今回は、うん、所得税が、まあ、いく分あの問題文を読んで、えー、点数をです、ねえー、稼いでいくことができ できやすいただそれは消費税と比較してですよ消費税の総合問題と比較してというあの理論ですけれどもねえー、と考えるとですね少しあの消費税の総合問題と比べたらあ所得税のこちらの問題の方が幾分取りやすい部分があったのかなというふうにですね <laughs> 今回見受けられるところでした。 で、えー、まあ所得税の方ですね、まあ、問題の方もね、えー、次の金額を答えなさいということでねたタたタ,タ,タとあるんですけれども答え用紙を見るとね まさにそのね、えー、もうあの項目がすべて乗っかっていて、そしてその内容についてだけ計算していくという形になっていました。あ特にこの内容だけねちょっと強調して申し上げたのはこの事業所得のところですよね。えー、事業所得の金額の計算上この資料の2の例えば括弧の3からその必要経費となる金額とか。 から減価消却費の額引か,、ねえーねえー、かれててこの資産の中で答えていくというような、ね、形ですからちょっとそこが、うん、やっぱり時間の中で少しねあの捉えるということが難しかったところかなというふうにもね思います。で内容の方ですけれどもなんかねこのちょうど事業所得のところにねあ色申告特別控除額があって で不動産所得の金額があるとなった時にですねこの青色申告の特別控除をこの方取ってるんですよね全般的なあその、ね、事項注意事項のところに書いてあると。とあの2つ所得がある場合には富士の順だというところですよね。 そこにきちんとねあの気が付いて、えー、答えが導き出せたかどうかというところやはり、い、そこをですね勉強してきましたかということを一つねこの括弧の4のところでストレートに聞かれているというような、ね、形だったかなというふうに、ね、思います。その、まあ、事業所得のところは その小売に関連する事業の、ねえー、内容に関して、えー、総収入金額のところはね、えー、取りたかったところかなというところそして仕様、えー、の2の括弧の3ということでありますがちょっと問題の方を移していきましょうか。失礼いたしました。 ちょうどこの部分について、えー、だけですよねここからあその必要経費となる金額をですね、えー、求めてくださいと、ね、いう、ねえー、形で聞かれていましたのでここも素直にですね建物の減価償却とそれから固定資産税ですね、えー、これを合わせて回答すればよかったというところでしたちょっとやはりここは問題の読み取りもね少しあの難しかったところかなと思います。 というのはね、その続きその資料の2の括弧の4番にもね。減価償却の関連、それも事業のねえ、内容が続いていたんですよね。ですからあ、そういったてですかね。あの時間の中で読み取るということが少し難しかったとね。いうところでした。で、あの資料の2の括弧のよう減価償却に関してなんですけれども。 えっと、所得税に関しては原価却却は強制却でしたですからもうね事務機器に関しては却、ね、もう住んでるということでエアコンについての、ね、原価償却費だけが上がってくるんだとここもねなかなかあの難,しいところだ難しいところをあの聞かれていたなというふうにね思います。 それから不動産所得に関してはよろしいでしょう、それから給与所得に関してもね、えー、ちょっとまたね、回答の方、答弁誌の方戻りますけれども、給与所得に関しても、おこちらもですね、えっと、 参考資料の方ですよね、これに当てはめて、スパッとね、答えていくというところになりますから、ここは答えたかったところというところになったのではないでしょうか。それから、譲渡所得に関しては、えー、総合課税となる譲渡所得と、それからあの土地建物とということでね、えー、東洋紙の方が、ここですよね、ここと、この問いの3等ということでね、えー、別々にありました。 からあそこにもですね気をつけて、ね、居住用財産の譲渡に関する事項の方がその問題の、ねえー、中では先に来るんですけれども、ね、この総合、えー、課税となる譲渡所得の金額こちらに関してはそのあとのですよ、ね、所得金額の計算に関する条件以外の事項の中に、ね、入っていたというところですよね。 ですからあの今回の問題ねこうやって見ていきますとその問題文の流れと特段その答案用紙の方が一致してるというわけではないんだけれどもやはりその回答すべきもの あの内容についてえビシッとね答えてくださいという形でね出題がありましたからやっぱりそういったところもねあの順番通りに問い合わせがね、えー、来てるというわけではないというところもね少しその時間の中での判断ということですね時間の中での判断というところを考えますと難しいところだったかなというふうにね受けられます。 であと、えっと、土地の取得費に関して少し触れたいなと思うんですが、えっと、非業務資産ですよね、あの居住有財産ということですから業務のように供否していたというわけではありませんから、あこちらですよね、えっと登録免許税あ、登録免許税ですね、えー、所有権移転登記のための登録免許税、こちらは取得費参入というところが、ね、ちょっとここで難しかったところかなというふうに、ね、思いました。 から、医療費控除に関しては、もうね、あのー、今回は、あのー、もう、総所得金額も求めていましたのでね。あの、判断というところだけが求められてたこと、それから、生命保険料に関しても、お、ね、えー、解いていきたいところでした。以上ですかね。で、こちらでですね、やはりランク付けをして、えー、参りますと、お、譲ごめんなさい、事業所得の内容に関しては。 ねえー、っとそうですね、えー、そう総収入が、A、ですね失礼しました間違えました総収入の方が A ランクという感じですかね。ねこの,あの必要経費のところは少し、ね、難しかったかなというふうに思いますからね。で、えー、っとあと各種所得の金額いわゆるねに関しては今回聞かれているところは 頑張って取りたかったところかなということで、A ランクとさせていただきます。から、土地の取得費、先ほど少しね難しかったかもということで申し上げました、B ランク、そして、えっと、建物ね、で今回、建物なんですけれども、ごめんなさい、これも申し上げなければならなかったですね、あのー、本来は、レッ e c の回答解説の方に入れさせていただいてます。 これはあの非業務用ですので、旧定額法の消却率になりますが、今回、参考資料の方に、徳田さんの旧定額法ということがありませんでしたので、このね定額法ということで上がっているねあの、33年になりますね、22年かけ一1 5倍で33年ということで、0.031の消却率を取っていくということになる、まあ、ここもね、少し難しかったという意味での指ランクです。 あとは医療費控除、社会保険料控除は取りたかったところでしょう、そして生命保険料から扶養控除に関しては、B ランクという風にねえ、つけさせていただきたいと思います。最後の扶養控除ですけれども、長女 D ですね、青、え、色、ー、事業専従者には該当しないので、A、からのアルバイト収入はこれもないものとみなされるということです。 したがってね、ジョッディが扶養、えー、ということでですね、扶養控除十八万ということになるという流れになります。ちょっと最後引いておきたいと思います。そして最後ですね、消費税の方ではそれいりますが画面の方切り替えさせていただきます。 ちょっと所得税に入る前に、ねえー、申し上げましたけれどもあの最初の前提の部分ですよね読んでいくとそこの部分の読み取りがやはりその限られた時間の中でということを考えると非常に難しかったこの問題の中の中消費税を移していきます問いの1のこの資料のところですよね。 ところがねやはりその読み取りをあの後で戻ればいいとかいうことではないということでもありましたしやはりここをきちんとね読み取っていきませんとあの集計が誤ってしまうということになりましたからね、えー、このところが難しかったそして、えー、あと非課税資産の輸出がで、ね、ありました。でえー、ここの その、仕入シール税額控除ですよね。えー、この非課税資産の輸出等にかかるもの、輸、ね、出等にのみ利用するものは、ね、課税資産の譲渡等とみなすっていう、そのところに気がつけたかどうかというところがね、あの、さらに難しく、この問題ね、えー、しているところだったな、というふうにね、ね、えー、見受けられました。 からあやはりですねこの前提の部分をしっかり読んだ上で売り上げに関してもこれも課税資料はここにかかっていましたよね。えー、6の資料にですよねですからあそこの点が少し、ね、あの難しかったところかなというふうに思いますそしてプラスしてリバースチャージの問題がですね、えー、計算の中では入ってきたということもありました。 からそこのところですでしょうかね、えー、少し難しかったところではなかったでしょうか。で、えっと、ちょっとね、切り替えさせていただきまして、東、えっと、和洋紙の方をね、移させていただきますけれども、消費税に関しましては、えー、まず風売り上げのところですよね。 あの資料の中で、えー、拾えたかと思うんですけれども1つね、えっと、営業外送益の資料の雑収入の中からですよねスクラップに関して、えー、事業者へ売却したと、ね、こちらに関して事業に付随して生じた分ということですからこちらの、ね、内容に関しても入ってくるというところが、ね、少しねスクラップ分まで入ってくるというところが少し難しかったところではなかったでしょうか。 か。からあ、あとはね、特定課税シールの分があるというところも含めてというところがね、難しかったところだったかなというふうにね、えー、思います。から、課税売上割合については、まあ、あのー、課税売上額、免税ええー、ごめんなさい、えー。免税売上額はちょっと難しかったでしょう。ただ、あ他ですね。非課税資産の輸出と非課税売上。えー、この辺りまではね、取りたかったところかなというね、えー、ふうに思います。 そして課税仕入れはもうね最初に申し上げましたけれども難しかったというところでねここからはもうあの問いの3番問いの4番ね問いの4番の方でえー、っと「風売上割合が指定されてた」ということであっても、ね、ここから連動していきますので、えー、このね風仕入れにかかる部分が少し難しかったところかなということで消費税、まあ、中心としてですね今の非の仕入れ 資産の輸出に関するね、えー、このシールズが控除の話と、それからランク付けということにさせていただきます。まあ小 B ランク、そして B ランク非課税資産の輸出がちょっと難しかったと、ただ非課税資産、あごめんなさいえっと、ごめんなさいうん。 免税ですね。免税売上が難しかった失礼しました。で非課税産の輸出と非課税売上に関しては頑張って取りたかったところかなとねいうふうに思います。そうですね失礼しました。免税売上が少し難しかったですよね。そうですね免税売上がね少し難しかったところでした。 まああのー、3番目の資料、ね、医療機器の機というところで、ね、輸出に関しては、まあ、判断も、ね、できたという方もいらっしゃったかと思いますがで、えー、もう課税売上割合に関しては今回も、ね、両方とも C ランクそして風邪仕入れに関してはすみませんもう今回は C ランクということで本当に難しかったので、まあ、ちょっとランク付けということで見ていきますと。 まあ、このような感じかなという風にですね。立てさせていただきました。まあ、少しそのね。お自身できたよね。こうできたよってね。いうところもね、えー、あるかと思いますが、まあ,あの今回ですね。このようにね、えー、ちょっとランク付けをさせていただいたということで見ていただければと思います。 そして、えー、問いの2番の方ですね、ちょっと問われし、移してまいりますけれどもこちらに関して、ですよね風税売上割合が著しく変動した場合についてのね、えー、出題でした。 まああの対策が取れていればできたかなというところでちょっとあのこちらを計算過程のほうに移していきますがあの調整対象固定資産の判定が、ね、あのそこを から必要でしたよね問題なので、まあ、パパッと、ね、あの計算に流れられるかといったらそうではなくて、きちんとねね、えー、そのね資産が調整対象固定資産に該当するのかどうかと、税抜100万以上というところですよね、これがやっぱりきちんとできませんとで、その後ですよね、少し答えがね間違ってくるということになりましたので。 やはりこ,この反転のところがねきちんとできてそして対策が取れていればね、えー、こちらに関しては取れたところかなというふうに思います、まあ、ランク付けとしますと、うん、ここはやっぱり対策は踏んでいったかったというところでと厳しめで恐縮ですが A ランクというふうにさせていただければと思います。 あのもう問いの1が、ね、もう風しりのところが難しいということでね、えー、その取捨選択の判断も含めてということで見ていただければと思います。という、まあ、ランク付けの上で理論、計算ともにですねあのその上でですねあの合格のラインということで、まあ、理論に関してはそのあの素点40点 点の中での45パーそして計算ですね。まあアソテン60点の中での46パーと今回はそれくらいだったのかなというふうにね、えー、見ています。 ああ ABC ランク、ちょっと最後になりますけれども、やっぱり A はね、取りたいところ、取れるところ、取りたいところ、ね、もう C は取れないところと、で,ですから、B ランクはも,もうね、その2つの間ということでですね、えー、見ていただければと思います。ではですね、最後、カメラに切り替えさせていただきまして、以上をもってですね、2018年公認会計士試験。 論文本試験租税、えー、法の解答解説講義を終了とさせていただきます皆さんお疲れ様でした